どうも皆さんこんにちは、たくあんぼいです。今日は東京観光専門学校で駅接客サービスコンテストがあります。そちらのお客様役として参加してまいります。それではご覧ください。出発進行。はい、あ、いいですね。うわ、すごいね、美味しそう。はい、待ってよ、最下位飛んだよこれで。いや大丈夫よ、君たちは優勝できると思ってる。え、あ、いつ、あ、生配信か、見に来た。うわ、ありがとうね。あ、そっか、じゃあ見てたんだ唯一。いや、あの時いたっけ、後ろにいた、もしかして1年生でいなかった。いたよね、挨拶してたもんね。いや、花束なかったよね、俺だって本当に。いや、ひどかったな、あいつら。期待してるよ、この1年生からは。あの、卒業の時ね。どうですか、味。OK。味どうですか、佐々木。美味しいです。あ、美味しい。田中は。いや、これ、お前、人生初期要件すぎてバカうまい。え、日どもこれ初？初。あ、これね、ちょっと、まあ僕も初なんですけどね、これ実は。はい、じゃあお願いします。いらっしゃいませ。あ、すいません、はい。新宿まで行きたいんですけども。新宿駅でございますね。はい。ありがとうございます。ご希望のご時間はございますか？あ、特にないですね。いただきます。はい。では、あ、ではない。それでは、ただいまから約10分後の12時20分の電車でいかがでしょうか。あ、12時20分お願いします。ありがとうございます。はい、1、2、3。車内に入りましたので定位置につけさせていただきます。はい、本日はありがとうございました。またご利用お待ちしております。はい、はい、ありがとうございました。おう、せーの、頑張るぞ。揃ってない。あ、足出ちゃった、足出ちゃった。頑張るぞ。私の考える駅サービスとは、相手に立場に立って臨機応変に対応することです。地域の玄関口である駅には、お客様に感動を与えられる対応を学んでまいります。ご清聴ありがとうございました。名前が書かれたものはお持ちですか？こちら
か。お預かりしてもよろしいですか。うん、ありがとうございます。お名前が当館太郎様ですね。うん、電話番号は、はい、ではご家族に連絡をいたします。ではご家族のお迎えが来るまで近いところですが、こちらの席におかけになってお待ちください。うん、私の考える駅接客サービスは適切な判断と表現ができることだと考えています。お客様に寄り添い満足を提供できるのではないかと考えております。ご清聴ありがとうございました。先ほどですね、駅コンテストというものが終わりましてですね、今家に帰ってまいりました。本当に東京校のみんなね、お疲れ様でした。いろんなね、練習もしてきてですね、まあ結構急ではあったと思うんですけども、みんなすごく、いい接客でした。最高でした。おめでとうございます。もう大優勝でございますよね。これも4校の中で優勝です。うん、まあ4校とはいえですよ。うん、だから駅のプロフェッショナルを目指すその専門学校4校だからね、うん、いわば全国大会で優勝したということでございますよ。ね、甲子園優勝と思って、自信持ってね、これからも、駅業務、まあね、鉄道につく、つかないかわかんないですけども、ね、駅業務につく、皆さんは、精一杯ね、頑張っていただきたいと思います。僕もね、お客様役やらせていただきましてですね、まあお客様の役ではあったんですけども、まあ直で優勝校の接客を受けてるわけですから、僕がお客様で、全国大会優勝した学生から接客を受けたのは僕だけですから、お客様役として4役やらせてもらいました。ということでございますので、まあ、すごく伝わってきました。身に染みて分かりましたので、はい。これからもね、僕以外の多くのお客様に素晴らしいサービスを与えていっていただきたいと思いますね。で、他にもね、九州、名古屋、大阪とね、見ました。僕もね、中継で見たんですけども、うん、すごくね、みんな、本当にみんなね、接客が素晴らしくてですね、これはね、今後どんどんいい駅員さんが生まれてくんではないかと思いましたね。本当に素晴らしかったですね。まあその後もなんかインスタで DM が届きましてですね、名古屋校で僕参加したものでございます、僕のサービスどうでしたみたいな、アドバイスだったらお願いしますみたいな、もう積極的な方もいましてですね、僕のお客様役見て多分気づいてくれたのかなと思いましてね、嬉しかったです。もう本当にね、アドバイスとしてはですね、これからもたくあん TV を見続ける、本当にこれからもね、ぜひね、素晴らしいサービスをこれからも日本中に届けていってください。本当に皆様お疲れ様でした。素晴らしかったです。それではたくあん TV もね、これからもよろしくお願いしますね。ね、たくあんボーイの接客もですね、はい、今度皆さんコンテストしてくださいね。よろしくお願いいたします。いつも皆さんありがとうございます。シェイシェイシェイデリコイダンス、よいしょ。